こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はオーストラリアアマゾン、ねえー。その始め方。まあ、ざっくりした流れというのをね、えー、ご説明します。あと注意点もあります。まず、10分一昔と。まあ、これどういうことかというとね、えーまあ、10年一昔とか言いますけど、まあ、コンピューターの世界ではドックイヤーね、えー、7年一昔とか、 まあ人間の1年は、えー、犬の7年とか言いますけどね、アマゾンの世界では10分一昔というそうです。まあ、確かにそれぐらいね、えー、午前中と午後、えー、画面変わってるとか、えー、ありますんでね、えー、古い動画、古い記事、ねえー、見て参考にしてやると、まあ、全然ダメということもあります。まあ、例えばね、今時マンダラケで仕入れた商品をアマゾンに出品したらね、 えー、かなり早い時期に、えー、アカウント危険になるというような状況になってます。だからもう1年ね、えー、あるいは下手すら半年前のノウハウも、えー、陳腐化してると、陳腐化してるっていうか危険なものになってるという可能性もあるんでね、えー、過去の動画とか記事は参照せずにお気軽に質問または確認してみてください。でそのためにね、えー、チャットワークでサポートしてますんで、このチャットワークの使い方は 質問等ね、する際の参考に載せておきます。でまず、Amazon オーストラリア、やる際ね、何をするか、ペイオニアアカウントの解説をします。ね、このペイオニアアカウントを作ると、まあ、オーストラリアアマゾンの売り上げを受け取るためのオーストラリア銀行口座が出来上がると。であと、Amazon に提出する ID 書類の作成も、ペイオニアにお願いできます。 でね、a z o n に提出する ID 書類、ね、これを用意しなきゃいけないですけど、まず1個はパスポート、ね。えー、で、もう1つがね、銀行口座、またはクレジットカード取引履歴の用意が必要なんですけど、これがね、条件に当てはまる書類が用意できないこともあるんで、まあ、その時はペイオニアに、えー、そ,のそれに代わる書類をお願いするという作業をします。まあ、そのためにもね、は、ま、じ、あ、めにペイオニアを作ります。 で次に Amazon、えー、に提出する ID 書類を確認する、用意する。でその後、オーストラリアアマゾンの講座解説です。で、オーストラリアアマゾンね、えー、その後出品するわけなんですけど、ここはね、日本とかアメリカと違ってシステムの出来が良くないんでね、えー、適当に出品すると売れません、ね。そんなわけで、仕入れ前にまず10商品候補を決めて相談してください。 相談方法に等についてはね、またチャットワークの方で、えー、アドバイスしますんで、まあ、何しろね、いきなり仕入れて納品したけど売れませんというのがね、オーストラリアアマゾンの場合よく起こりがちなんで、えー、きちんと売れる商品値段を定めて納品するという作業が必要になってきます。で、出品して、えー、仕入れしたらね、あとは出品して、えー、FBA に納品するとで。場合によってはカタログを作成すると。 いう流れになります、えー、講座の作成等もね、FBA の納品等についても、またね、えー、質問あれば、えー、その個別のリンク、あるいは個別の動画を作ったり、リンクをご紹介したりしますけど、まずはざっくりとした流れでね、えー、どういくか、ペイオニアアカウント作成、書類の確認、Amazon の講座開設、そして出品と。 いう形でね、出品前にまず10商品、候補商品を決めて相談していただくというような流れになります。まあ、少しでもね、えー、スムーズにストレス少なく稼げるように、まあ、そんな形で進めていきますんで、えー、また、ねえー、何か作業したら、あるいは何を作業するのかわかんない場合には、お気軽にチャットワークの方でご相談ください。以上、天ーアカデミー堀秀夫でした。